はい、先ほどはクロス打ちの、壁打ちのドリルをやりましたので、今度は、ストレート打ちの、壁打ちのドリルをやりたいと思います。打ち方としては先ほどの逆で、整体したボールが返ってきたものに対して、今度は体の向きをこちらで、クロス側に向けといたもので、ポイントはストレート側で叩くという動きになりますので、先ほどは打った時に体が一直線になったと思うんですけど、今度はクロス側を向いてストレートに打ちますので、体が今度はクロスするような動きになると思いますので、それを映像を見ながら確認してください。ではモデルさんお願いします。はい、ありがとうございます。今打っていただいたように、体の向きと、クロスをして打つという動作は非常に、難しいですね。でなおかつそれを空中のジャンプ動作中に行わなければいけませんので、非常に高度な技術の要する技術となると思います。しかも、こちら側ストレートのもちろんラインがありますので、そのラインにギリギリ打っていくということはかなりの技術が必要なんですけれども、こういった壁打ちの中で、自分のストレートのラインをどこっていうのを意識しながら、今打っていただいたように打って、そうすることによって、実際ジャンプした時にも同じ動作ができるような形になりますので、大事なことは実践に結びつけるということですので、壁打ちの中で今やったクロス打ち、ストレート打ち、クロス打ちの場合はここから。ここでヒットします。でストレート打ちの場合はここでヒットをします。一人の体の中でもこれだけの幅でスパイクのポイントというのはありますので、それを壁打ちの中で自分で身につけることによって、実際ジャンプした時によってこれだけの幅でスパイクコースを打てるようになりますと、まあ、まず1枚のブロックでは引っかからないようなスパイクが打てるようになると思いますので、大事なことは壁打ちというものを単純な練習なんですけども、それを実践につなげていくということが非常に大事ですので、壁打ちを先生方は選手に行う場合にはそういったことをしっかり意識させた上で、ただ返ってくるボールを打つだけの練習にならないようにしっかり意識をして、指導していただければいいかなと思います。